アモンと門田と井上だ先読み、やったったごきげんよう、ごきげんよう、ごきげんよう、ということでね、始まりました先読みでございます。今年最後、そうですよ、今年最後、皆勤賞はいなーさい、いないか、いない、あ、いないか、なんやかんやで、なんやかんやでみんな休んでるんです、うん、忙しくなってきたということですかね、いいことじゃないですか、それぞれ、うんうん、素晴らしいことでございます、よろしくお願いします。ちょっとどうする、すかす、何をすかす、すかすパターンやる、どうする、何をすかす、いいんだけどさ、一旦だからその小野寺ジャスティンの引退とかの方で盛り上がる、森誠二フリーとかね、うん、あるから、でもちょっとちょっとって言わなそうじゃん、言わないよ別に、でもちょっとねニコニコしてるのがちょっと腹つまる、ニコニコしてないよ別によ、ね、ジャスティン引退な、いや芸人引退ね、うん、芸人は引退するけどジャスティンは引退しないらしい、そうそうそう、聞いた聞いた、難しい話です、難しい話小野寺ジャスティンはやるみたいなね、芸人じゃなかったんですねあれはもう、うん、芸人だからという話じゃなかったんですね、そう違う、そう、彼自身がもう生き方みたいなことだったそう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 、ライフスタイルってことだったんですね、そうそうそうもうだからあれで生きていくみたいな、ね、小野寺ジャスティンとして生きていくと、うん、じゃないですか、ね、その話ちょっと盛り上がりますからね、盛り上がんねえよどこが盛り上がるんだそれ、自分から言えよ、やめろ自分から言えよ、いいえ実はね結婚したんですよね、いいえ、おめでとうございます、おめでとうございます、ちょっとねコメントを入れてないんでね、ちょっと今頃殺到してますけど、殺到してると思う、うん、あーバーッと、ファンがね、そう、もしかしたら投げ銭も来てるかもしれない、スパチャがついにこの番組にこの番組にスパチャが、すごい、結婚、素晴らしいですよ、おめでとうございます、いや、おめでとうございます、まだ語ってないでしょ、結婚については、そう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 、そう、うん、語りましょう、先週ですか、先週ですからね、先週、そうね、ほやほやですよね、ほんと、そっからライブもそんなに出てないぐらいの、そうですね、いや、でもね、あの席入れた日に出てます、うん、何のライブに、突っぱれじゃないよ、それは。ケープロンのライブ出たんですか、違う違う、ね、なんだっけ、不誠実な2人ですね何のライブか忘れ、ちょっと忘れちゃいました、話しました、 MC とかで、そこの、あ、一応 MC やった時に、うん、あ、よくぞよくぞ来てくれたみたいな、そんな中そんな中なんでその日なんですか、入籍、いや、あのたまたまいい夫婦の日の次の日ですかね、次の日が、うん、なんか一粒万倍日っていう日で、ああそっちの方ね、そう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 、それでスピの方ね、スピの方やめろ、スピね、スピの方か、スピの方やめろよ、スピコンか、スピコンじゃないよ、スピリちゃんコンじゃないよ、うさくせえ、うさくせえじゃなくて、まあ、うん、その日で、あのそういう縁起がいいからみたいな、いい夫婦をずらせて僕じゃなくてスピの方ね、スピの方やめろ、スピの方でもないんだけどそうなんだよ、スピかな、スピでしょ、縁起のいい昔からあるからね、タイヤンとかもそうしたらスピですよ、いやまあまあそうかもしれないけど、タイヤン吉日もスピコンといえばスピコン、確かに僕ら気になってたのはですね、だから先月とか何も言ってなかったじゃない、そう決まってたわけでしょ、先月にはもう来月あたり結婚しようかなっていうのは、そうそうそう、そういつ頃から決めてたの、昨日からだよ、いやまさかそっちからいや、いずれやりづれやりづれよ、やっとようやくタブレットが来ましたけども、コメントゼロですいつ頃決まったんですか、いやそうですよ、プロポーズはいつしたんですか、まず付き合ったのはいつ、パシャ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 、あのね、うん、付き合ったらもう今年の最初の方ですよ、おお、もう1年も経たずに、1年も経たずに、うん、スピード婚といえば、うん、まあ、またスピだよ、私絡めてくる、違う違う違う、スピコンじゃないんだよ、篠田麻里子さんには負けますけど、うん、まあ、スピードコンといえばスピードコンですけど、そうですね、本当に、はいはいはい、そうそうそう、だからなんか、うん、その日ってさ、うん、一粒万倍日だから、うん、他の人も入れんのかなと思ったら、うん、ほぼ入れなかったね、だっていい夫婦の日の方にみんな行くでしょ、そうそうそう、うん、だから次の日にあのどんぐりたけしが、うん、あのヤバティの、うん、あー、はいはい、あの、アリボボさんとね、そう、うん、結婚したのがありましたけど、だから何ですかね、本当に縁起がいい日に入れようっていうだけの話ですよ、うん、だからいつ頃から決まってたんですか、それはいつ頃、正確には
結婚しようというのが言ったんですか、あなたは。だからプロポーズですよね。プロポーズ、うん、まあなんか10月がその嫁さんの誕生日、うん、嫁さんって嫁さん出ました嫁さんって、おい嫁さん、これさ、いつぐらいから言い始めた、うん、何が嫁さんって嫁ってこと、嫁って言ってないでしょ、僕奥さんって言ってる、奥さんか妻か、うん、いや、どっちだっていいんだよ、そういう、そういう言い方、その言い方もあるよね、嫁さんっていうね、妻、まあ、妻、まあまあ妻、まあ妻が一番正確らしいですけどね、正確、はい、どういうこと、奥さんっていうとちょっと奥にいる人みたいな、はい、そういうなんかこう昔の昔の男尊女子的な意味合いがちょっとだけ含まれちゃうっていう、人に言うときは妻っていうのが一番なんかオーソドックスというか、うん、らしいですよ、家内は、家内とかも多分家内も家の中にいるから、ああそういうことか、外の限らないから、嫁は、嫁はなんかちょっと強くないですか、強い、うん、うちの嫁はみたいな、あ、じゃあ妻、妻が本当に一番いいらしい、あ、言い方としてね、妻ってつまらないものみたいな考えてないかな、ねえよ、いや、ないよねえか、ないよ妻、つまらないものみたいななっちゃうから、ないよ、ないか、言うよけど電話かけるよこの人はクレームこの人だけはかけるよないよ、つまらない人ではあるもんな、つまらなくて誰がつまるんだよ、おい、おい、誰がつまるんだよめちゃめちゃ面白いもんな誰がめちゃめちゃ面白いんだよどれでいく、いや、じゃあ妻で行こう、妻で行く、うん、うちの妻がさっていう、うん、妻、うん、だから先月誕生日、先月は10月が誕生日、はいはいはい、その時ぐらいかな、大体今特定班動いてる、10月特定班それで特定された全芸能人がピックアップされてる、10月芸能人で、その時ぐらい、うん、その日にプロポーズしたんですか、誕生日に、誕生日に、そう、ね、覚えてんだろ、ないやいやいや、違う違う、プロポーズ、じゃプロポーズしたわけですよね、まあまあ、なんかね、あやふやですよ、そう、あら、じゃあ結婚しましょうみたいな感じじゃなくて、これはよくないですね、カメハメ打ってないの、そうそうそうで、まあまあ、この日ぐらいにしましょうかみたいな、カメハメの、カメハメ打ってない、これはあげた、これはやった、あげた、あげた、どのあげたけど、あげたんだ、誕生日プレゼントとしてあげたやつもあるから、ちゃんと婚約指輪が別で買った方がいいかなとは思って、誕生日プレゼントがまず指輪だったって、そう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 、で、まあそれあげるタイミングで結婚もしようかみたいなことを言った、そんな感じです、うち婚約指輪あげてないです、え、もう結婚指輪です、ああ、じゃあそれでいいよ、コスパ悪いから、コスパ悪いね、どっちが結婚指輪あげるなんてね、婚約指輪あげるなんて、そう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 、1個でいいから、そうそうそう、その頃からやってます、さすがコスパ重視、うん、左手の薬指が2本あるんですか、ないね、ほら確かに、いや、こう2つはめるかもしれない、あ、そっか、え、リアルいくらぐらいのあげたの、いくらだろう、あ、覚えてないですね、本当に覚えてないな、いや、10万は超えてましたね、タムチンがあげたのはその誕生日のやつはそんな全然高くない、うん、2、3万ぐらいの、2、3万ね、どこのブランド、いや、ブランドとか4度 C? 俺もうそれしか知らないココ山岡とかで、ね、ココ山岡とかではない、あれプレゼントされるやつじゃん、懐かしい、ココ山岡、ココ山岡、ダイヤモンドの街のいいのそういうのではないけど、うん、まあ、でもみんなどのぐらいの上げてんのかなと思って、そう、いや、僕、本当に2、30万とかでそんな感じだった気がしますね。うん、そんな高くない。あ、それ高くない。これから買うわけですもんね、結婚指輪。そうそう、買うなら。その、プロポーズというかさ、これあげて結婚でもしましょうかみたいなこと言ったわけじゃない。はいはいはい。そしたら反応はどうだったんですか？その、指輪の時は、うん、なんかプレゼントで旅行をしたのよ。うん、日光とか、はいはい。そうそう。で行って。スピじゃん。スピじゃないよ、うん、またスピからでてるじゃん、日光はスピじゃん、スピじゃん怒られるぞで、なんかその旅行の時にはプレゼント渡さなかったの、うん、はいはいはい、で、旅行終わるじゃん、当日が旅行だったの、そうそうそう、当日で家、まあ一泊して帰ってきて、うんうん、一緒に住んでたんですか、その時も、そうですね、半同棲、ほぼほぼ半同棲、うん、で、帰って家でなんかプレゼントないのかと思わせて家に帰ってまったりしてるのがわけ、ちょっとやってるわけですね、そうそうそう、演出を、じゃあスピのサプだ、うん、スピのサプの好きだややこしいよ、そこでやったらすごい喜んでた、ね、あ、すごい、もらえ、そうそう、もらえないと思ってた、うん、プレゼント、その旅行がプレゼントだと、はい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 、そんなケチな男じゃありませんよ、はい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 、あ、すごい、で、それで、あ、挨拶はその後ですか、ご両親の、うん、ああそうですね、挨拶っていうかその前にお母様とは、うん、あ、食事とか何度かさせてもらって、うんうん、どこ出身の人なんですか、横浜です、あ、横浜、横浜、横浜、いや、相当いるだろいや、横浜でも広いじゃないですか、横浜はどこですか、うん、
いやいや、いや、いいよ、どこですか？最寄り駅、最寄り駅。広い、横浜広いから。最寄り駅来たくないやろ、それ。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、また。海側か山側か。海側。あ、じゃあもう本当に横浜駅とか近いってことですね。山下公園生まれですね。違う。山下公園生まれ。山下公園生まれは、よくないか分かんないけど、ちょっと何とも言えないよ。いや、そうそう。だからそんな感じで、あ、じゃあもう結婚式はすぐ OK だったんですか？そうですね、まあまあまあそんな感じで、うん、OK というかもう結婚するつもりで、うん、そう、あ、向こうもね動いてたみたいな。あ、え、じゃあ福岡の方にも行ったんですか？あーっとね、まだ行ってないんだよ。そうなの？そう、まあ、電話とか合わせてない、うん、でもうちのご両親、ご両親というか親も向こうのご両親ですか？どっち？うちの親、自分のにどうつけたんですか？ちょっともうこんがらがっちゃった今。ちょっとまだ挨拶早いかな。うちの親も、はい、もう早くしろみたいな感じなの。もう40だから、まあまあまあ、まあまあまあ、そうですね。言われるでしょ40だから。言われないな。言われるだろう絶対。だからもう、はいはい、ありがとう、こんな息子でお願いしますみたいな感じを、もうよくぞ拾ってくれた。そんな、何歳の方なんですかお相手は？一応、年齢、まあ、年齢は32。あ、結構離れてますね。 8? は、まあ、うん、9ぐらいかな、多分、うん、あ、9個離れてんだ。離れてるかな。離れてるよ、それは。まあでもなんかもう、もう一回りは下はもうなんか珍しくなくなっちゃったね。なんかもう昔は結構あっと思ったけど、もう一回り下回ってたら別にっていう感じが。そうそう、原市のあの祝いなんてもう19歳だから。そうか、この木の人はそういう歌が聞くんだ。そうそうそう。これハライチ、祝いなんてもう19歳で、結婚でも同期だじゃん。そう。で、同じ月に結婚して、同じ月に結婚して。メールでもしてみたら。いやいやいや、お互い結婚、同じ月に結婚するとはなって。 DM で弾かれるんだろうな。ね、きっと奥さんの似顔絵ちょっと描いてもらって、今日はこれを似顔絵に使いましょう。いいよ、芸能人がよくやるやつを。よくやるやつっていうか、ペンあります？ペン。似顔絵ね、いいじゃないの。いや全然わかんねえな。知りたいですから皆さん。わかんない。いや、え、実在してないってこと？実在してはいると思うんだけど。お、思う、うん、出会いはどこだったんですか？飲み会的なやつですね。もう一目惚れですか？いや、一目惚れって感じじゃないです。早っ。え、絵があんまり得意じゃないっていう、うん、いやだとしても早いだ。その飲み会は芸人いたんですか？誰か芸人いないやつ。あ、いないやつ。そんな飲み会もしてるんですね。はい、行きます。お願いします。誰だよ。絵がね、あんまり得意じゃない。髪がこうなってる人。違う違う違う、角張ってやない。ここに空間が、三角形ができてるね。違う違う違う、角張ってやない。黒目が異常に小さいですね。違う違う、黒目でっかいんですよ。で、ただ鼻はない人なんだ。鼻はない人なんだ。毎一文字でね、ピュッとして。鼻はない人。いや、これだと思わないんだよ。俺が絵が下手だ、うん。ちょっとじゃあずっと出しておきますね、僕がこの話し合い。ちなみに今日、一緒にいました？今日一緒にいた。じゃあ僕も顔は分かります。うそ、見たの？見ました。あら、え、どこで？これね、あのね、写真撮った？これわざとですか？違う、わざとではない。いや、これ俺本当にね、僕わざとかなと思うぐらい。どこで見かけたの？あの、いや、そうじゃないです。電車？あの、インスタとかに写真を上げてるんですよ。はいはいはい。で、それ後ろがガラスなんですよ。あ、で、自分が撮ってるのが映ってるんですよ。うわ、匂わせ。だからこれわざとやったのかなと思って。だからちょっと、これ、うん、うわ、ほんとだ、映ってる。あ、この人ですね。ほんとだ。この人。あー。がっつり映ってる。この人？この人。そう、今日ね、え、今日の何？今日の何ってどういうこと？何かにあげた。あ、インスタに。インスタに。そう、今日のだから田村さんのインスタに映ってます。これ、ほんとにあの、ありがとうございます。いや、やめて。がっつり映ってる。あ、確かに。これ、もう確かにこうなってるわ。こうなってるわ。こうはなってないよ。これだからちょっと見てみてください。やめて。はい。多分この放送終わったら消すと思うんで、恥ずかしくて。今のうちに見てください。そう、今のうち。生で見てる人だけ。まあ、最悪この、あの、お、この子なんだ、俺初めてよ。うん、最悪、あの、井上くんは画像を保存してますんで。僕保存してます。はい。井上さんに言えば見れますんで。今くせ。危ないな。いや、今消してる。消して、音消すんすか？いや。そう、思いっきり映ってたから顔が。消せこれはいけるぞ。匂わせてる。守るんであれば消せ。うん、これは
分かんないか。まあ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 。はっきり思うけど、なんか可愛い感じの人ですね。うん、そうですね。見る限り、うん、32歳か、そっかそっか。32歳どうだっていいんだよ。はい、岩井に比べたらもう全然若くない。何の仕事してる人ですか？仕事気になる？いやいや、なるなる。気になるから聞いてる。あれです、化粧品を食べている。食べているし、そんな仕事があるのかどうかも分かんないし。食べるんだ。あ、よくじゃあデパートとかであるような、あ、そう、そうですね、化粧品関係の、はい、うん、関係の販売、それとも開発、開発マーケティング、開発もしてたみたいです。すごい。化粧品会社だ。じゃあ、はい、会社に、まあそうです、うん、まあ販売店じゃない、会社のメーカーの方のやってた。今現時点は、現時点もそんな感じです。あ、じゃあ綺麗な人だ。的にはそうですね。と一旦横浜の総合行ってくるか。いや探せないだろ。俺を見ながら総合探せない。探せない。いやだから今日教えてほしいのよ。その結婚ポイントみたいな。結婚ポイント。まだまだそのパートまだまだ。まだまだ。ちなみに、奥さんの好きな料理は、うん、もうなんかた料理は得意。あ、そう、料理上手。あ、じゃあ、うん、得意な、ちょっとこういうじゃ、あなたがこれ美味しいなと思って好きな料理。なんだろう、まあ、あなたもね、この間ね、そう、俺料理するんだけど、うん、はい、そうだよね、そうだ、そうだね、あ、そうそうそう、あ、ね、冷蔵庫の中にね、合コンの後にパスタを作る、ね、残り物サーブでね、パスタを振る舞うとかもね、絶対あるわけないんだ。オリーブオイルをかけてね。あのね、中華とか上手です。ウイローハン、この間作ってました。ルーローハン、ルーローハン、ルーローハン、ウイロー言うたら甘くなっちゃうね。ルーローハン美味しかったです。あ、ルーローハンで、料理上手なんですよ。で、初め付き合った時に、初めて家行った時に、うん、調味料が砂糖がとかがなかったんですよ。塩コショウしかなくて、絶対料理しないと思ってたけど、ちゃんとできる子でした。スケベですね。どこかだから奥さん料理できるでしょ。できます、できますよ、はい、できます、できます。だから料理できる人の方がいいんですよ。そんな時代錯誤です。いや、出た、それは。うわ、うん、最先端、ロボットにやらせし、いやいやいや。すげえ先言ってた。あ、すげえ先、もっと先言ってた。いや、僕らが気になってたのは、あの、僕らはまあ聞けなかったとして、先月、うん、関ちゃんにはいつどんな感じで報告したのかっていう。相方にはわりかし早かった。早かったと思う。そうなんだ、いつ頃ですか。いつ頃だっけな、聞いたのは。いつ頃だろう。その今年の初めから付き合い始めて。あ、多分そのぐらいだと思う。だから、あの、なんだっけ、花火大会の下りがあったじゃん。うん。あそこで、あれ、彼女できたな、こいつって。じゃなくて、もうその時にも知ってたから、あ、知って、彼女がいること。あえて俺はこっちがあります、こっちがありますって。彼女がいることも知ってた。知ってて、攻めてたんだから。それは彼女いる、まず、じゃあ彼女ができたって報告受けた。いや、それはね、できたというか、結婚するのはわりかし早く言ってたよ。そう、結婚する1ヶ月前じゃないじゃん、もっと前じゃん。じゃあ、あの、彼女がいること自体はそのもうちょっと、あとに、あの、先か、その前に知ってては言って、うん、で、なんで知ったんですか、それは。それは、事務所ライブ終わりの、うん、あの、安住さんと一緒に、この安住さんと3人で焼き肉行った時に、うん、その時に安住さんに聞かれて、そうそうそう、答えてた。冬ぐらい、うん、おおって言うのって動揺はしなかったけど、うん、彼女いるんだっていう。中学生か。ちょっとびっくりした。ちょっとびっくり。中学生か。彼女がしっかりできたんだと。焼肉が美味しく感じなかったもん。そんなに。あんなに美味しい焼肉が。でも結婚するのはそう一ヶ月前ぐらいだと思う。割と早めに。なんていう、それはネタ合わせの時。そうだ。本当に本当なんだろうね。軽かった。早かったね。もう席ついて、じゃあこれ帰ろうかっていう、ほんのこの、帰ろうか。こっからやろうか。あの、いや、あの、もう。まあ、お開きにして、うん、早くないじゃん。お開きにして遅いじゃん。帰ろうかっていうなんかタイミングぐらいの時にパパパって言って、はいみたいな感じだった。なるほど、そこから早かったの。おおお、去り際に行ってた。そう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 、恥ずかしかった、やっぱそれは。恥ずかしいというか、はず、なんかさ、言う必要があるのかなっていう。いや、最悪言ってない可能性もあったなと思って。そうそうそう、ツイッターで知ったんじゃないかなとかぐらいまで思ったのよ。いや、それでも面白いかなと思ったんだけど、アモンのさっぱり関係は知ってるからな。いや、さすがに言ってみた。ああ、そうそう、うん、いや、言いました、言った、その結婚するっていうことを
まあ、当時の相方は新井さんだけど、ね、そう出会いから結構知ってたもんね、その時は。そうね、言いました、言いました。めちゃめちゃ恋バナするコンビだったもんね。そう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 。そうそうそう。あ、そっか。恋バナ肝コンビだったから。気持ち悪い。気持ち、恋バナがしなかったでしょ、なかったよ。恋バナ肝コンビだったから。いや、俺は気もつけんのよ。ネタ合わせせずに。だから一応、入籍するって決まって、入籍する前に、その23日の前 に、うん、お世話になった先輩とかにはなんか電話した、ちょっと電話なかったけども、いやだからここら辺が難しいのよ。電話なかったの、なんかさ、うん、いや、いやするあなた、あなた結婚しました、仮にね、うん、入籍、まあ、じゃあ12月通夜しますってなった時に、うん、俺に電話する、当たり前だろ、嘘だろ、絶対しない、するよ、しないよ、もっと前の段階で行くよ、俺は。だからしないよ、するする、好きな人ができましたって話になって、おいおいおい、好きな人からはメールが返ってきません、この段階からおいでポロポロじゃないんだから、 LINE の記録がつきませんなんて連絡来て明日告白して、だから手をつなぎました、全部ね、それね、今手をつなぎますって、よく言われるので、それもなんかさ、門田くんとか井上くんとかに、はい、あのしてもよかったんだけど、うん、なんか するのもちょっとこっぱずかしいなと思って、電話いっぱい欲しかったっすよ、うん、欲しかった、うん、欲しかったな、ショックだったな、ショックか、まあまだ間に合うけど、うん、いや結婚しました、うん、電話がいい、めんどくせえな、めんどくせえな、直接は聞きたくない、めんどくせえよ、ちょっとマジでかけてみる、いやいやいや、面白く聞いてくれるから、いやだからその お世話になった人になんか一応電話だけした、うん、あ、そうで、それしとけば、はい、やっぱお祝い金とかもらえるかなと思って、ちょっと この今後各所回らないとなと、なるほどね、いやらしいなコスパね、うん、ちなみにこれ今今日見てくれてるんですか、見てない見てない、あ、見てないんだ、うん、そんな全然見ない、まずテレビ見ない人です、あ、そうなんだ、うん、ラジオは聞いてるかもしれない、ラジオとか、そう、今一緒にもう住んでるんですか、そうですね、ほぼうちの狭いところに、ちょっと話戻るんですけど、はい、その関ちゃんに去り際にパパッと報告した時の関ちゃんの反応はどうだったんですか、これ地蔵みたいな、おおみたいな、こと声を息を漏らしてました、えーみたいな感じじゃない、うん、もう、うんうん、お、分かりましたみたいな、そうそうそう、すかしてた、すかしすかしで言った、いや、すかすとかじゃないんだけど、結構驚くだろ、さすがに、いやでも知ってはいたから、うん、彼女の存在ね、そう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 、うん、あ、なんかでも早いなとは思わない、その、あー、うん、でもまあでも40ってのも知ってるからさ、うん、まあそりゃそうだ、同い年だからな、そうそう、ここを逃したらないんだろうなと思って、まあ、うん、わー、もうそこにもうないんだろうなの人じゃん、いやいやいや、私ゲイさん諦めてますから、いや本当かよ、でこれ律儀なのは、うん、あのどっちかでしょうかと、あのなんだ、あの証人、あ、俺か、うん、もう一人、あ、どうしようかって言ったら、いやもう絶対そっちの方がいい、そっちは絶対面白いからって言って、あ、その相談もあったんだ、あったあった、誰に書いてもらおうかと思ってた、そう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 、でもあれ2人とか書けなかったですか、いや今ねもう1人なのよな、昔2人だったらしい、それ分かんない、だから1人だったから、うん、で一応流れ星の滝上さんにお願いした、どっちがいいって、絶対滝上さんの方が、それはまあいいけどね、じゃあ滝上さんもまあ お願いしたら、そう快く受けてくれたんだけど、あれってさ、婚姻届ってさ、うん、結構書き間違いとかしちゃダメな、当たり前なんだけど、うん、二重線とかもダメなんだけど、あ、そうなんだ、そうだから一応3枚持っていったの、竹上さんにお願いします、すいません、バカにしてんのか、違う違う違う、大人だぞ、違う違う、大人なんだけど3枚ね一応持ってって、予備も、うん、ってすったら、おおよかったっつって米田コーヒーかなんかに入ったんだけど、汚ねえ字でシャーって書けるで、1枚目やべえ本籍と今の住所同じにしちゃったみたいな大丈夫かなと思って、もう残り2期、そう、あと2期2期も、うん、なんかしゃー、まあ本当になんかもう殴り書きみたいな、うん、普通丁寧に書いてくれると思うじゃん、まあまあ、サインだと思ってん、そうそうそうファンの子にサインを求めると思う本当にそのぐらい、うん、もう本当サインぐらいな、うん、でそしてやべえとか言って、うん、あの番地とあの住所って番地と何番地とか、うん、2種類あるの、何丁目とか、ああ、そういうのも間違っちゃダメなの、2枚目もやべえどっちだっつって、うん、なんか二重線したのよ、ああもうダメ だそうそう、アウト、アウト、あと1枚、あと1機あと1機、あとやばいよやばいよ
大丈夫かなと思って自分ので1回書いてるはずなのにね。で、とか分かりとしたら2枚書いてるはずで、3枚目でようやくちゃんと書けたのかどうか分かんないんだけど、で、まださあの祝日だったの、23日がだからまだ正確には受理されてないの、あの今ちょうどその区役所でこう見積もってもらってて、間違いがなければ連絡来て、間違いがあったら俺もう一回行かないといけない区役所、まだ判定が出てない、そう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 、まだ止められるんですね。そう、止められる。そう。あ、そんな時間かかる、うん、そう、でもやっぱ竹谷さんかっこいいのは、うん、その、ああ、ありがとうな、つって、ああ、これ、つって、ご祝儀みたいな。おぉ、持ってきてくれてたんですね。そう。すごい。見越してたでしょ？見越してた。いや、そんなことはないんだけど。そんなことはないんだけど、で、竹谷さんも、うん、あの最後、俺みたいになんなよって言ったんだけど。いや、竹谷さんみたいになる人ってもう、まれじゃん。特殊だから、ね、特殊だから絶対なんないよって、まあ、元奥さんもね、そう、結構ファンキーだったから、ファンキーだったからお互いブログでのろの知り合うみたいな、 あんななんないから、ね、支え企画の芸人のさ、このアプリのスマートニュースとかそういうニュース出てくるよね、そうそう、滝上さんの奥さんのニュース多分絶対出てる、あんなドロドロなんないからって言った、ね、世間の人はそんな気にしてないだろうけど、朝日企画の芸人のニュースにはみんな出てきてるよね多分ね、そうそうそう、あんなドロ試合、うん、絶対奥さんに新しい彼氏ができたニュースも出てるもんね、そうマッチングでアプリで知り合いましたみたいな、はい、あれ面白かったな、ずっとやってるからね、うん、そう、でもやっぱりあのその中江さんとかにも、うん、連絡して、うん、一応あのご報告でつったら、おめでとうおめでとうつって、うん、一応なんですけど保証人竹江さんにしてもらいました、大丈夫かみたいな、みんな言うの、ずんのやすさんとか、うん、一応竹江さんにしようにいやいややめた方がいいやめた方がいい呪われたまあまあそこ大丈夫ですよ、そう関さんからご祝儀なかった、いやないよ、今日実は持ってきたい、今日実はなんとで、おお来てません、いや、ゴチの言い方すんな、ゴチの言い方すんな、ハトリアナのだからね、もう式とかもまだ全然あの未定なんですけど、うん、もしあげるときは来てくださいね、すごい、なんで俺が通過して言うんだよ、2人ここに真ん中だよ、いや行きます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 、もちろん、そうそうそう、稲田くんには言った、言った、稲田くんね、そのね、ちょっとね、うん、あのその入れる 前日ぐらいにあったのよ、たまたま、そう、そしたら1万円くれた、そうで、なんかおめでとうみたいなのくれて、うん、これあげるから結婚式のご祝儀は2万になりますって言われて、トータル3万一緒なんだ、分割なんだね割れるけどいいかって言ってて、せめて2万1000にしてくれって言ってでも今なんかもうそういうのがもうその考えすらちょっともう古臭いっていう感じらしいね、その50、2万がよくないと、ね、割り切れる、それぞれも割り切れるかみたいな、うん、もうだって今もう4組に1組ぐらい離婚してるんだよね、3組に1組、もう統計的には、ほぼ離婚ですよ、あ、そう、いやほぼではないけど4組に1組ほぼというのね、ほぼ離婚ないけど、うん、だって俺らの時代ってそんなにいなかったじゃない、離婚してる学校のクラスとかに離婚して、うん、同級生ぐらいだといっぱいいるもんね、もうね、そうそう、今離婚して離婚した人がね、ちょっともっと奥さんについて聞きたいんですけど、はい、なんだよ、どういう風に呼んでるんですか、奥さんのことは、名前で呼んでるのかと、あ、名前の方です、名前の呼び捨てですか、呼び捨てじゃなくてちゃん付けか、うん、何個かあるんですけど、うん、よく分かんないけど、全部教えてください、何ちゃんですか、うん、何ちゃん、まあ、ちゃんいいんだけど、何ちゃんと、何ちゃんですか、何しって呼んでます、何し、オタクが、なるほどね、そういうパターンもある、うん、と、もうワンパターンは、ねなんかよくわかんないけど、うん、その名前に、うん、なんかぬらりひょんの話になって、うん、名前、うん、何にひょんみたいな、あーいいですね、いいのかい、香ばしいですねこの3パターンあーいつまで続きますかねだって なんて呼んでんの、ママって呼んでんの、もうスネ夫じゃん、違う違うスネ夫じゃん、お子さんができてるから、いやそうですね、呼ぶとしたらママとか、まあ、そうあんま呼ぶことないかもしれないですね、うわで子供が寝た時はもう名前で、いや名前そうあんま本当に呼ぶことがないですねもうそれはもうどっか、付き合ってる頃から付き合ってる頃からそうですね、付き合ってる時は何だったの、いやそもそもあんま呼ばないの、ねえとかそういうので逃げてきた、そうですね、そうですね、
あんま呼んでないですね。じゃあ今更言うのがちょっと照れくさい感じは。まあそうですね。いや、でヒョンって呼ばれてるんですか、じゃあ、あなたも。いや、俺はあのモックンです。モックン、モトキ、それモックンだ。そうです、モックン、モップンではなく、モップンではない。キムタクのモノマネしてない。キムタクのモノマネしてない。タムタムでもない。タムタムでもない。タムタムでもない。それだけです。モックンか、モックンって呼ばれてんだ。モックンと、だから多分何リヒョンって言ってる。そうそうそう、うん、だから2人でいる時は、うん、あの別にどうってことないけど、ここに来て、うん、その嫁さんが、うん、モックンって言われたら俺ちょっとハッてなるかもしれない。モックンの顔になっちゃうからね。恥ずかしいというか、その時ばかりモックンの顔になっちゃうよ。モドキじゃなくて、ちょっと、うん、恥ずかしくない？そういうとこを絶対見せたくないわ。そう、うん、特に相方には見せたくない。そうそうそう、うん、え、ちょっと来月呼んでください。嫌だよ。来て今電話だけいいですか。嫌だよ。電話だけ嫌だ。あの収録中って言わずに。いや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 、あ、もうすぐ帰るよ。いやいやいや。そんな感じですよ。だからお笑いやることに関してはどう言ってるんですか。いや、あのね、結構難しいじゃないですか。そうそうそう、そ基本は応援してくれてる、うん、っていう感じだから、好きなようにやればっていうスタンス。じゃあその結婚に際しても向こうのご両親にそういうとこは特に問題にならなかったんですね。でも、うん、本音で言うと向こうのご両親はやっぱ働いてほしいと思ってると思うよ、まあまあ、ね。なんかその辺はね、まあ、そうそうね、問題になるよね。だから一回さ、あのご両親と、うん、ご両親にお母さんがお笑いが好きなの、うん、おー、そうなんだ。だから事務所ライブ来てくれた時は一回あって、おー、気合入るね。それは気合入る。滑れないね。でもゴリゴリ滑ったのよ。やば。あの最強漫才師やれない時期に、やった時期やってたのに。そう、なんだったっけな、なんかね、結構今年の初めの前半の方に、そうそう、うん、前半の方かな、うん、でお母さんごめん、ちょっとそれは関ちゃんも知ってたの、その時に。いや、今初めて知った。ああ、そうなんだ。どの回かは分かってない、まだ全然分かってない、うん、多分ね、なんか特に叩きが痛い時なかった。トップバッターかなんかの時だったんだけど、うん、でお母さんの感想が舞台慣れしてるねって。そりゃそうだろ。気を使われてる。十何年やってて気使われてる。そうそう。でも次呼んだライブは結構受けた時は、次は何呼んだんですか。いや、あの事務所とか関係ない。U&C ですか。そうそう。か F 出てなかった。あの高奈良さんかどっちか分からないけど、なんかその時はまあまあよかったかなって感じだけど、やっぱ恥ずかしいね。そりゃそうでしょ。まあそりゃそうですね、うん、だからでもたまにその、たまに見にポソッと見に来てくれてる。一人でか、あのお母さんとかとか、うん、そうなんだ。お母さんと幼児が、お母さんが好きなんだね、そのライブとかが、うん、なるほど。じゃあお母さんの推しとかはいないのかな。トム・ブラウンらしいです。おお、そうなんだ。すごい。好きだっつってた、だから俺らのことも嫌いではないはず。系統大きく分けるは一緒だから。ああ、そうだね、一緒だ、うん、一緒なはず、くくりがね。だってね、コメントで書かれてたもんね、ツイッターのコメントで、金のつかみかなんかの時にトム・ブラウンみたいなの書かれてたから。あれもしかしたらお母さんかな、ね、絶対お母さんかな、あれ。電話して聞いて今なんで、あ、なるほど。奥さんダメならお母さんのほうで話が長いよ。違う。お母さんの話が長いよ。そうなんだね。そうだからもう下に見てます、もう二人を。私お恥ずかしい、独身だから。いや、結婚が、尊敬の眼差しですよ。結婚が上じゃないから、はい、うん、あら、もっと上にいるやつが行ってきたな、うん、別に本当にね、別にね、独身だって独身でそれは楽しい、絶対。うわ、子供もいて、うん、早稲田卒で、そう。完璧に関係ない、手に入れたからこそ分かるやつ。そうなんだね。そうなんですよ。あ、じゃあその辺もじゃあスムーズに問題にならずに。そうですね。だけど今年テレビ出れたの良かったね、じゃあ流れとしては。あ、そうそうそう、何個かテレビ出れたのは。何個か出てて、関ちゃんの CM も良かったね、じゃあね。そう、いや、でもね、こないだそれこそ俺横浜のララポートに行ったのよ、うん、そしたら関口さんが出てる CM のメガネ屋さんがあって、奥さんと行ったの。そうそうそう、うん、で、オウンデージ、あの、うん、モニターってがっつり出てたわ、ところ相方あって、うんうん、で奥さんがメガネ欲しかったから買おうとして、うん、だから関口さんが出てるから割引できるから、まあ、メガネをかけてる。いっぱいいるよ。いっぱいいるよ。関口さんが出てるから割引してもらえるかもって、うん、止め、すげえ止めたよ。恥ずかしいからやめろ。関口割引ないよ。これこれ。
いやでも結構あのなんだっけあのメガネオンワードオンワードさんってすごい、うん、結構いろんなオンデージじゃなかった？オンデオンワードじゃねえか。オンワードはファッションブランドにあるけども。オンまあごめんなさいちょっともう交番です。交番やばいよこれやばいよ。そうそう、うん、そのララポートの、うん、その店舗はそのモニターでその CM がガンガン流れてた。もうそれはいいですね、ちゃんと芸能人やってますよってのがね、アンにアピールできたから。直接的ではなく自分から言うことなく間接的に、うん、そうですね今年金のつかみとかも良かったね。良かった良かった、いいタイミングで説得力になりましたね。 それはましてやね、あのナイツさんのラジオショーもって。そうああそうですね、そうですそうです。結構だから今年は、まあ、芸事に関してはまあコンスタントになんかちょ、まあ、ポツポツはドラマのエキストラもまあね、うん、だが情熱は出てて、意外とねこう CM 今年しかなかったかもな。いやヘッドもするにはね一番良かったかもしれない、うん、だから年末番組どれか今ねいろいろ出してるから残ってますどれか。いやまだ分かんないのよ、うん、だから落ちてるのももちろんいっぱいありますけど、うん、出してるのもあるからどれが引っかかればなって思って、うん、そう年末年始ね、やっぱ芸人はね、まあ、もうそうですね、やっぱ背負うものができるとやっぱ変わってきますか。いや変わんないね。変われよ変われよ5本新ネタライブ始めないの。いやいや変わるもんはあると思いますけど。バートかけないの。かける、変わってくれよ。変わる変わる、ただまあ年末年始出たいなと思いますよ。いやそうですね、何かしらね引っかかれば。当たり前なことばっかり言ってちょっと照れちゃうね。ちょっと俺が一番腹立ったのは、はい、この話を聞いて、うん、でもう婚約もします、はい、よかったですね、はい、で何日後かに相方からパンって LINE 来て、うん、今から帰りますって確実に俺らがよかったお父さんと間違えてるんだ。誰に送ってんだよってブチ切れるメールをあの LINE を送りました。いやそうしたらテヘっていう見るなよ。そんな間違えしたの。確実に俺じゃないと分かったもん。今から帰りますみたいな。カレー作って待ってねとか書いてやれよ。なんかボケてやれよ。いや俺もだから間違ってすぐ気づいたの、うん、だからすぐ削除したの。恥ずかしかった。そうでもすぐ見てたすぐパッと送ったもん、うん、恥ずかしい。浅野忠信さんのオンデーズの新 CM が最近公開されたみたいですよ。オンデーズ五郎さん、五郎あれさんからです。あー、ゴロアレさん、すみません、ありがとうございます、うん、そう、新 CM になっても変わっちゃったんだよね、セキシャンバージョンが終わっちゃって。そう、今はあの美容バンドメンバーじゃなくなっちゃったんだよね、そうそうそう、もう、うん、結構 CM 出してますよね。結構テレビの CM でも、うん、ただ気づいてくれたのが今のところ6人ぐらいじゃないですか。あ、そうなんだ。結構いるね。身内に言ったけど、言われるまで全然気づかないそんな悲しいことあると思いながら一瞬ですからね。一瞬だったから、ね、ただ、カトタ君のあの CM とかすぐ気づきましたよ。あ、気づきました、うん、すぐ車のやつとかですか。あのやっぱ芸人エキストラなんかさ、うん、結構オーディションあるじゃん、うん、あの CM のオーディションみたいなの、うんうん、だからエキストラに注目して見てますもんね。 CM とか誰か出てないから出てないね。そういうの確かに確かに、そうそう、いっぱい出てる CM だとね誰かいる可能性あるからね。そうそうそう、あ、これとかで浅い企画なんか CM オーディション多いからね。多いのかな、他の事務所分かんないけど通ってる確率、そうそう通ってんだよね、うん、多いっすよ、ね、だから駅のあの広告とかモニターで、うん、そう結構浅い企画の芸人、うん、衣服とかが Google の出てたりとか、ね、がっつり映ってるもんね、衣服がね、うん、石井ちゃんとかあのマイアミのバスケットの石井ちゃんとか、ね、あとちょっと前だったらあの香取慎吾さんの CM の、うん、ね、植木さんとかいろいろ肉汁くんとか、そうそう結構出てんだよね。結構出てるんだよ、ね、もあのドドンのあの大阪のもすごいですよね大阪行くと絶対、まあ、品川新幹線のね、線のホームのね、階段のところにね、バーンってそう、めったに行く機会ないけど、行くと絶対あるから、ここに名古屋もあるじゃなかったっけ。あれ、ずっと、うん、ずっと貼ってあるよね、うん、ずっとありますよね、そうそうそう、ドドンが出迎えてくれるんだよねあれすごい、うん、すごいね、確かに。それで言ったら、あの見てくれたその車の CM で仲良くなった男の子がいるんだけど、うん、その子が僕がたまたま知り合いの映画を見に行ったら、その映画の脚本家にその子がなってて、おー、すごい。5年前に共演した子がなんか脚本家、脚本家になってたわ。え、その時から脚本的なことやってたってこと？その時俳優しかやってなくて、おー、その後 TikTok にあのあるあるコントあげるので有名になって、その子が、今脚本家みたいになってて、あるあるコント芸人にもなったってこと？いや、俳優として、俳優としてコントあげてたりみたいな。すごいね、なんか、みんないろんなものになってますね。なってんのかな、野上さんもだから。あ、そう
活躍がすごいから活躍すごすぎてもう見なくなったね、うん、出てるから浅井企画でまた出てるわぐらいやったね。いや浅井企画の若手一番メディア出てるわ。そうそう一番、まあ、確かに今年は出たかもしれない。告知が多いよね。告知が多い今年はそうだったかもしれない。これが続けばいいですけど、ね、最近何に出ました。最近は、うん、昨日あの東海テレビですけど、うん、東海テレビ、うん、メーテレですね。メーテレ東海地方でやってる、うん、ドデスカープラスっていう番組に出ました、うん、生放送も。いやいやいや、あのロケしたものが VTR で選ばれた。で、すごいね、今日はあれですね、あの今日も、あ今日はあれです、あのウドさん、ウド様お願い。あで、明日の夜中に再放送なんですけど、うん、あと、あなんだっけ、あのこれもでも、あ名前忘れちゃった。大阪の方の交番です。交番だこれは。再放送中止です。いやそうだ中止やべえな、忘れちゃった。まあ、オンエアラッシュじゃないですか。あ、常識ちゃん、常識ちゃんっていう。じゃあいっぱい露出してるからエゴサーチ勝手にしますね、井上さんの。いやでもすごいよね。いやありがたい、一番出てるんじゃない、うん、本当に。いやありがたいですね、本当に。講演会もして、講演会もやりましたね、今年は。まあ、これギャラいくら、講演会。いや言わないよ、後で教えてくれ。いや後で講演会のギャラは、まあ、後でやったらいいけど、ここでは言わないです。支払われた、来ました、はい、支払われましたよ。後で教えてくれ。こいつ実は最近結婚したんですよ。ちょっとなんかしますよ。いやまあまあまあ、そのうちね、情報教えてくれよポイント。いや情報、いや、あ結婚式はだからその考えてるんですか。まあいろいろ事情があるじゃん、お金の事情と、そういうのとかがクリアできたら。ああまあでもやりたいとは思ってるわけですね。そうね、まあ俺というよりも向こうの両親とか、まあまあまあ、そのためにまあそうですね、うん、まあそうですね、いやそうだから結婚式するときにそういうのがあるんですよ。結婚式場をコメントするみたいな、うん、そういうなんていうんですか、口コミサイト、うん、はいはい、ウェディングパークっていうのがあって、はい、うん、でそれ結婚式下見とか行ったときに、それ書いたりプラス実際に結婚式あげたら、うん、明細みたいなの出るじゃないですか、はいはい、それを渡すアップする、そこに送るとなんか5000ポイントぐらいもらうみたいなのがあったりします。で、あとちょっと反応悪いな、5000ポイントかで、写真を1枚送ると50ポイントだったかな、かける50枚まで送れる。2500ポイント。50枚送ってください。50枚送ってください。ちょっとしたアングルでパサッてもう。で、もし僕らが参列するとするじゃないですか、うん、参列した側も50円かける50枚までポイントもらえる、うん、めちゃめちゃ写真撮らないと、うん、だから顔写真の方は多分ダメだけど、料理の写真とか、ね、式場のどっかにいるとか、じゃあもうパシャパシャ撮りまくってください。もう料理と360度そっか、そういうポイント、井上ポイントで検索したんですけど全然出てこない。出ました、本当に。何で検索したの。井上ポイントで。ああいや X で検索してる。 ありました、郷さん出して11、そろそろありがとうございました。終わり、井上ポイント兄さんごちそうしてくださいました。もう足を向けて寝れません。あんこさんっていう方。いやそれもライブだよ。ライブじゃねえ。テレビを見てくれたんですかね。いやなんかピンネタやったんでしょこの間。やりました、あの事務所ライブに1年2ヶ月ぶりに出て、うん、でネタやりましたよ。何やったんですか。何やったの。ね、コントネタ。いや普通のコント。あれは出んの。コントコントやりました。いや出ないですよ。出ろよ。出ろよ。いや出ないですどうだ、受けた。まあ滑ってはないです。まあ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 、まあまあ、別に普通。人ボケだけ。人ボケだけ。うん、どんどん一番気に入ってるところでいい。シチュエーションとして。シチュエーションは、じゃあまず、ああやべえ寝坊しちゃったから始まるんですよ。はいはいはい。でちょっと今日仕事で新幹線10時の新幹線乗らないといけないのに、うん、もうこれじゃタクシー乗るしかねえわ。うん、でタクシーと1台行っちゃう。うん、タクシーと2台行っちゃう。うん、タクシーと3台目行っちゃう時は追いかけるんですよ僕は、うん。追いかけて怪しいもんじゃないです。芸人やってるんです。ちょっと急いでるんですって言って、井上ポイントと言いますって言って、うん、そしたら、芸人だったらなんか面白いネタやれって、いやそんなことできる状況じゃないじゃないですかって、うん、普段はピンネタでタクシーを追いかけるネタやってますっていうところがボケ。そこが一発目のボケ。それじゃないです。いやいや、じゃあこれ別に、ここはでも受けますよ、ちゃんと。
そっからもうドカンドカンですね。ドカンドカンですか。ドカンドカン来ましたよ。爆破されたの。いや、そう、爆破じゃない。爆破じゃない。タクシーが3台いたから3台爆破してた。そうそう、タクシーが爆破じゃないよ。そうですね。まあでもまあまあちゃんと一人コント、思ったより一人コントですね、ちゃんとね。一人コント、一人コント。ポイントも絡めながら、ポイントも絡めながら、こういうお得があるみたいなのとか言いながらとか。はいはい。なんかあとなんだっけな、あとそう、ポイントが好きなんです、なんで井上ポイントって言うんですかっていうこと言って、ポイントを集めるのが好きなんですよって言って、そしたら、遠くからみたいな、何遠くからって、いや、それバスケじゃないみたいなことを言って、そのスリーポイントじゃないよって。ちゃんとボケてるじゃん。よせよせ。よせよせ。そうじゃなくて、2年間で100万ポイント集めたんですよって。よせよせ。NBA 行けじゃないんだよみたいなことをちゃんと。よせよせ。いや、ボケさせてくれよ。ちゃんと組み合うな。それってなんか、あ、ちょっとやっぱお笑いいいかもとはならなかった。あ、めちゃくちゃ思いました。ああ、じゃあ R1 だ、R1。宣言しよう。宣言しよう、カメラに向かって。R1 は出ません。出ない宣言するな。ある程度レジェンドがやるんだよ、出ない方の宣言は。いや、でも楽しかった、本当に。ネタやってて、で、久しぶりに芸人ともいろいろ触れ合って、本当久々だよね、その感覚は。もうほとんど知らない。だってあれだ、もう文化人でしょ。いや、文化人じゃないですよ、ちゃんと芸人ですよ。ポイ活芸人としてやってます。そうは言いますけどね。そうは言いますけど、ネタやってるんだから。そうは言いますけどね。文化人はネタやらないでしょ。いや、でもこの間それこそさ、あの雑誌の監修やったの、占いで。あ、そしたら、あの和田君もやったことあるから、キングカズヤ、はい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 、あのがくれた、はい、雑誌の、はい、なんか占いの監修みたいな、元浅い企画でね。そうそう、キングカズのモノマネをしてた、キングカズヤさん。そう、それとたまたま、そのたまたまじゃないけど、それをまあ知ってて、俺にオファーしてくれたっていう。占いのコーナーお願いできませんか。そう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 。雑誌監修なんてすごいじゃない。すごいんで、響きがいいよ。響きがいいからね。好きでしょ。そういうのをね、もっと欲しい俺。権威が好きだからね。権力が好きだから。権力が好き。大きく見える姿好きだからね。やっぱね、歴史、この2000年ぐらいの歴史で、男は権力なんですよ。男は権力、女は美貌。2000年変わってないんだよ、これ。やべえよ、この人。抹殺されろ、業界から。やべえよ、こんな考えのやつ。女は美貌ってやばいよ。それが、力なんだよ。この世界の。変わらねえと。変わらねえんだよ、2000年。今日のプレゼンが何でしたっけ、それでね。今日のプレゼン、今日の先読み、俺だけ。タイトルだけの、金が主役ですもんね。いや、金。見にくいですね、本当に。経済やってるからね。汚れちまったな。汚れちまってないんだよ、俺は。そうそうそう。テレビどうでした、その、名古屋の方のテレビは。名古屋のテレビは。どんな、また、ロケで。井上くんの生活ぶりを紹介するみたいなことですか。そうです、そうです、まあ、うちにロケ来てくれて、うん、で、ロケ、もうよくテレビカメラ来てるね、うん、そう、うち、あの家のロケ数えたら、うん、まあ、トータル、今年だけじゃなくて、トータルもう12回ぐらい来てる、うん、すごいね。すごいね。12回来てました。確かに、井上くんって子供も、まあ、全部出して OK、まあ、OK にしてるからさ、はい、めっちゃ出てるよね、子供。そう、出てる。子供とかだってクラスの人気者になってんじゃないの、テレビ出てるみたいな。そんな別に自分で言ってるわけじゃないみたいで、まあ、その保育園の友達とかには言ってる。今日の昼もね、僕の撮影に子供出してくれましたもんね。ああ、そう子供 OK してますから、うちは。あれって家族は含まれないですか、その、なんやらしいギャラっていう部分で。含まれてないです。ああ、含まれないんだ。含まれないです、含まれない。もう僕だけしかもらってないです。じゃあ、五郎あれさんがお金大好き、占い師、印象悪いかも。金のことしか考えてないんですよ。いいえ、確かに。ずっと金か、自分が大きく見えるか。どっちかで仕事選んでますから。やべえじゃん。でもね、ほんと分かりやすいですよ、これは。本当に。いや、みんな金好きなのに隠してるだけだよ。多分、騙そうと思ったら簡単だよね。好きそうな話題あるから。飛びつくやつが分かってるから。お金は確かにお金は好きだけどね、みんな。そう、でもそう、監修とか雑誌、うん、そう、何がね、あればやりたいなと思いましたね。まあ、雑誌の連載とか、ね、連載やって、連載やってたんだけど、もうそのメディア自体が終わっちゃったから。そうなんだ。だって連載何個やってんだ。連載3つです。すごいよ、はい、あんただけだぞ。文章力ないから。頭悪そうな言い方だな。文章力ないから。え、あんなに意識高い文章毎朝ツイートしてるのに。よく考えて、よく見て、よく、あの文章読み取ったら、本当にね、
小4の夏休みの日記ぐらいの感想ですよ。あれ醤油今のも文章力ないたまに曜日間違えるし曜日も把握できてない曜日も品種間違えるし意味でしゃねえかよ本当はそれのためだけにやってたのに、うん、何のためにやってるんですかあれ今となってはいやいや継続ですよ自分を奮い立たせるためやってるのかなと思ったら、ね、違いますコロナが、うん始まって始まりん出たぐらいの時に、うん、もう普通それまではもうあのライブの告知とか、うん、本当にしょうもないつぶやきしてたんだけどそれが一切なくなったライブがなくなった瞬間につぶやくことが何もなくなっちゃって、うん、あもう生存かあの確認のためにやり始めたのがきっかけですあ生存確認周りから私は生きてますよっていうためだけにやってて、うんじゃああなたの師匠の長吉さんが平手勝也さんお誕生日おめでとうっていうふうに3年ぐらいやったのが一緒ですね。あれと小松のあの、うん、だから小松もなんか毎朝なんか会えるんだってあれを見て あこういうのをやろうかなって僕は意識の高い文章を毎朝書こうと意識が高いというかストイックに見えるような文章を書こうとそうストイックに見せた後にもう一回寝るという寝る中身はほぼ空っぽですどうですか相方結婚しちゃいましたよまあこれに関してはね心境としてはどうですか結婚された方のあでもね本当にね僕のコンビの場合は相方の結婚によって解散してますからまあそれだけじゃない大きな決断ですからやっぱり分岐点ですよだから片方の結婚はさっき言ってたじゃないけど、うん、まあ俺が今おかしい話だけど、うん、本当に売れなきゃなったのなんか、うん、もう最初は2人だけだって沈めたけど、うん、もう1人増えたことって、うんうんこれ本当に売れなきゃ俺責任感が路頭に迷うぞっていう責任感は確かにすごい出ましたよそれはでもいつもそういうこと朝つぶやいて何もしないからなもうちょっと狼少年みたいになってる言うのは簡単だから狼おじさんで何をするかっての言ってくださいだから何をするかなどう頑張るかまで教えてください頑張ります頑張らないなこの人はダラダラした生活を送るなこの後もネタそうネタコンビとしての活動を変えてたりはしないですか特にあね定期ライブをやりますとかこの間あの新しいネタで事務所ライブ2位になりましたよすごい金のスーツ脱いで金のスーツ脱いで、うん、すごいすごいちょっとそれをじゃあやっていくという1年にするんですかいやだからねそこが難しいんだよねなんか新しいフォーマットもさ、まあ、そんな量産できるタイプとそうじゃないタイプもあるじゃない1回で出尽くしちゃうようなタイプもそうただその最初ネタ見せするまではちょっと不安だったんですよ、うんうんだいざ見せたら思いのかあのマネージャー陣とか、うん、作家陣が笑ってくれてまあ、うん、いいんじゃないみたいな、うん、そう、なんか最強漫才師以外で初めていいと思った、そうなんだそれであれなんか漫才これでいいのかなってそっからやり始めてであのまあ事務所ライブに、うん、やったこれでいけるで、ね、で次の日のライブでゴリゴリ滑るから同じネタ同じネタねあれっていう多分事務所ライブの場合はさあのアモンがそういうことやってるって思っちゃったものがあるからねそういうことねそうあこれまでの歴史を知ってるからここにたどり着いたんだって笑いもあるからねだから統計取りたいのよ、うん、前回の事務所ライブ、うん、あの我々も知らない人が何人いたのそうネット投票だからそういう項目も入れてほしいよねそう、うん、だからいつも金のスーツまあ最近ここ3、4ヶ月は金のスーツ事務所ライブだけは脱いでるんですよ、うんはいはい、他ではやってるんですけど、はいはい、でそういうのも噛みつつ普通の一般の人があれを見たらどう思うのか知りたいけど知りたい、うん、ただ次のライブは滑った恐ろしいぐらい滑りましたあでも普通のマンその前まではちょっとあのこの新しいあの漫才をかけてて、うん、まあまあまあ滑ることはなかったんですよ、うん、まあって言ってで事務所ライブでに、うんはあ、自信ついたわ次の日のライブでゴリゴリ滑るどういうことへしょられたへしょられた一番いいのは初見のお客さんにバカ受けするわけでしょそうなもんを知らないぐらいのネタ見たことないぐらいの人に受けるのがいいわけでしょちょうどネタを披露してないメディアが今放送中なんですよこれまでやってないですよねあの漫才あのねここじゃできないんだその漫才あと8分もあるんで、ね、ここじゃできないのそんな大暴れするんだ大暴れする、はい、ああそうあの時事ネタなんだけど、うん、タックルするんだ俺が日大タックル日大タックル本当に、まあ、オードリーさんみたいじゃないですか、うん、そう日大タックル昔オードリーさんも悩んでる時に ねアメフトの格好してだが情熱はある終わってないですか終わってない僕らまだ終わってないお二人クランクアップしてないんだねクランクアップしてないのよタックルするネタなんだよ
あ、そうなのね。それは楽しみですね。これからどうなるか。見てみたいな。あ、でもね、もしかしたら浅井の YouTube に上がるかも。2、うん、2位とか、なんか上位取ったら上がるって。そうなんだ。アモン第3章が始まるかもしれないんだ。そっか。でも、うん、でも、芯がないネタだから、難しい。うん、ちょこれかなり変えないと難しいかも。ね、でも楽しみ。あ、最強漫才師は、まあ、ここが笑いどころですみたいなの、まあ、明確にあるから。あれテレビっぽいです。そうそうそう。うん、なんか明確ふわっとした、ね、雰囲気のなんかわちゃわちゃで笑わせてるみたいな感じだから、 そこは難しいね。だからそこら辺も門田先生にお願いして。作家ですからね。単独ライブの作家ですからね。作家兼門田君には大体俺相談してますから、いろんなネタを。あ、じゃあこれに関してはまだ誰も相談した、相談してないし見せてないけど、そう、事務所の人だけの、その大和教授とか竹江さん、コンさんとか。動画楽しみだな。上がったらいいね。そう、上がるとは思うんだけど、いつ上がるか。だけど賞レースに向けて隠しとくか。いや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 、賞レースだ、ね、そのゴリゴリに滑るし、ね、隠しとくから、ね、その方がいい、ゴリゴリに滑るし、ザ・セカンド決勝で見れるのかな。、うん、もしかしたらあの本当にけあの決勝行って3本目でいきなりそれをぶち込むかもしれない。最強漫才じゃないっていう、多分その。だけど3回連続でやって死ぬかもしれない、ね、そう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 。余裕で死ぬか、うん、今のままだと死ぬ可能性ある。ああ、いろいろやってるんですね、コンビとしても。じゃあ、やってる、やってる、ってそうそうそう、変えてこう、そう。僕は、事務所ライブ出るときに、うん、だから、その、かけるところがないじゃないですか、うん、アモンみたいに、ね、僕は、はいはい、僕はライブ、他出てないから。だから、家で子供たちに見せました。ネタ見せ一回やってるんですね。やりました。なんて言われたの？で、それで、あの、まあ、今、タクシー追いかけるネタで、結構本気でやったの。お、もう、本当に普通にガッツリやって。うん、なんて説明したの？ お父さん、ネタやるよって。うん、今からタクシー追いかけるから見てて。タクシー追いかけるから見てて。一発ギャグやりますみたいな感じで。で、走って、うん、で、途中、ネタで、あ、赤信号だって言って、タクシーに追いつくっていう。うん、で、こう、運転手さんと、なんか、トーク、こういう男ありますよって、こう、出すみたいなネタやるんですけど、うん、で、終わってから、どこ面白かったって言ったら、うん、赤信号止まるところ。え？だから幼児、子供たちからしたら、うん、あるあるなんですよ。うん、赤信号止まるっていうのは。だからそれで受けたのかな。あ、受けたって面白いって言って。赤信号って車止まるよね。そうそう。それで笑ってた。わからんもんですね。難しい。俺もそのこの形ができた時に、うん、その妻、嫁さんに見せたのよ。はい、あ、見せてるんだ。そう、これ新しいやつっつったら。関見なより早く見せてんの？関見ない。やってるから、やってるから、うん、見るも何も、うん、見るも何も見せたらすげえ笑ってくれたのよ、うん、ただ嫁さん事務所ライブに来て一番面白かったのがジャスティンだ。あら、ジャスティン引退で同じの。だからあんまり信用はできないんだけど、ジャスティン好きとなると、じゃあアモーもじゃあ似たか。違う違う違う、大きく分けるとだけだ。大体一緒だよ、うん、5つに分けても一緒だよ多分ね。いや、5つに分けたら違うよ。4つは4つは違う、3だな。3だと一緒。3だと一緒だな。うん、そっか、ジャスティン好きなんだ。ジャスティンめっちゃ好きっつってた。残念だな、引退しちゃって、ね。引退するけど、どっかでジャスティンやってんじゃない？あの、ジャス百楽、百列拳はまだ開催しない。うん、開催中。そうなのね。面白いですね。そうなの。だから今年最後でこんな報告になっちゃったけど。いやいや、32歳、10月生まれ、メガネをかけてる横浜ジャスティン。ジャスティンです。それもジャスティンです。ジャスティン。金髪？節約？ジャスティン。完全。ウサギ？ジャスティン。ジャスティン。マヒロ。いや、だからね、そうなんですよ。結婚したからね、あの井上先輩にいろいろ教えをこうむっても。家もじゃあこれから探したりするんですか？そうそう、探さないと。そうか。今は一人暮らしのとこだったから。そうそうそう。家探しとかもじゃあこの番組でどんどん報告してください。いやいやいや、内見行ってきてさみたいなやつ、ね、トークも聞けるんでしょ。どこ行ってきたかとか。行って、いや、場所は言わないよ。最悪 YouTube ですよ、もう。ん？夫婦揃ってね。ああ、カップルチャンネルを。カップルチャンネルはね。ああ、絶対登録する。ね、もうね、顔出ししてるわけだからね。やめろ。解禁ってことですよね。顔出ししてますからね。いいじゃないですか。カップルチャンネルね。カップルチャンネル行ってみても。いやだよ、カップルチャンネル。どうするんですか、これから。家？うん、家はもう探すよ。この井上先生、子供とかもできたらなっていう思いはあるんですか？そうですね、うん、まあまあまあ、それはそうですよね。できればって感じですけど、うん、そういうのできたら井上先生と一緒でちょっといろいろ行って、いろいろあります。結婚式海外でやって安く済ました人だもんね。そうですね、ハワイで結婚式しました。そういうの考えてないですか？いや、そういうのもありかなと思いますよ。そう、いいんじゃないですか。だから、まあ、結婚式もしあげるならもう呼びますよ、お二方。
ありがとうございます。ありがとうございます。受付で。受付。受付かい。いや、ちゃんとね、しっかりしたやつ受付にしないと、こういうのって分かるんだよ。ね、松下社長じゃダメ。ダメだよ。あれダメだよ。松下、僕の相方松下くんじゃダメ。ダメだよ。松下稲田ペアダメ。どっちもできないできないじゃない。ダメです。一応亜美さんの結婚式には私と兵六が。ご心配だよ、それ。坊主でまとめて。坊主でまとめてね。うん、そこでみんな笑いが起きたから。受付に坊主2人結婚式に手紙読む時間作ってくれない？嫌だよ。せちゃんが手紙書いてくるっていうくだり、くだらないで泣きやって俺も泣きたいからそれになんかちょっとこれにわさびのとっかそれをだから撮影しといてあの YouTube に上げてバズろうよ。バズる天狗さんみたいにやろうよ。相方の結婚式で泣くやつみたいな、ね、結構バズってるじゃん、感動、うん、あれやらせてやろうよ。書いて書いてやらせて2人で泣いちゃって。あら、もうこんな時間でございました、はい、今年最後、あすいません、あの先を見せず今年1年ありがとうございました。ありがとうございました。ました、めでたいニュースで終わりましたね。いい1年じゃないですか。おめでとう、ありがとうございます。ちゃんとおめでとうってしっかり言った。あ、言いました。それ目見て今言おう、うん、今までありがとう、これからもよろしくって。おめでとう、はい、ね、はい、来月は1月の6日となっております。皆さん来月もよろしくお願いします。良いお年を。